僕と23人の奴隷は、岡田真一による日本の携帯小説、エブリスタで連載された。他人を奴隷にすることのできる機械、SCM を手に入れた人間たちによる、群像劇が描かれる。単行本は2012年に、双葉社より、全3巻が刊行され、2013年から文庫版、奴隷ク僕と23人の奴隷が、双葉文庫より、全3冊刊行。本編に加えて、 番外編や続編も発表されている。また、2012年の漫画家を皮切りにメディアミックス化が進み、2014年には実写映画化され、2018年にはテレビアニメが放送された。保管する内容の東京23ドレークや完全新作のドレークギャングエイジマイナスが2019年に開始された。声はテレビアニメのもの。 2012年から2016年にかけて、大石博人による作画で描き下ろし刊行された。2017年からは、新シリーズ、大ドレークくんと1億3000万の奴隷が刊行中。2014年6月28日に公開された。主演は、秋元さや香と、本郷奏太。漫画版を原作とする、テレビアニメ。 ドレイクザアニメーションが2018年4月より6月まで東京 MX 他にて放送された。インターネットではネットフリックスにて独占配信されている。テレビアニメ放送開始3日後にあたる2018年4月16日から30日にかけてゴーゴーカレー秋葉原の2店舗限定でコラボカレーの販売のほかコラボカレーを注文した人に 限りノベルティを先着でプレゼントすることが決定した。ドレイク・ザ・アニメーションに関するカテゴリー。ありがとうございます。